ちっちゃくしかみそうだね。
手に入ります。入れてもいいけど、真ん中でそこでここで触ってやる。膝まで掛け出して。それでは判定の結果をお知らせいたします。ジャッジ若林29対28青伏見。ジャッジ鶴山29対29ドロー。ジャッジ和田29対28青伏見。判定の結果2対0